ベガルタ仙台は決定力不足が響き、今季初の黒星を喫した。1点ビハインドの後半40分から何度も得点機を演出するも、最後までゴールを割ることはできなかった、伊藤明監督、50は、残念ですね。次のゲームに向け、チームで積み上げながらやっていきたい、と前を向き、次節19日の群馬戦を見据えた。今季4試合で計2得点。得点力不足を解消し、上位進出へ連敗だけは阻止したい。